ビアダ効果のやつではないです。私一切使ってないあれ。はあ、こんばんは。ゆみりんが9時をお知らせしますが、ちょっと過ぎた。もう。ゆき？同じパジャマって、これパジャマじゃないですよ、失礼な。ちょっとそれはあれですよ、モテないですよ、そんなこと言ってたら。お、 T シャツ着たよ、わーい。いつ着ようね、いつ着ようかね。うん、お、おしばっか届いた、嬉しい、ありがとうございます。こんばんはって、こんばんは。なゆみに会えるって、わーい、なゆみに会える。メール今来た？7通目それ。お、みんなメール取ってくれてるんだ、優しいな、ありがとうございます。ツイートしようと思ったけど、こっちの携帯だとツイッターができないから。すればいいの。でもちょっと片手でできないな。また後でツイートするかしないか。もうしないかもしれない。いいねだけしてるもんって。でもいいねしてもなんちゃらさんがいいねしましたって。結局出ちゃうよね、なんかタイムラインにね。それなーって、こんばん味噌カツ。お、今日 SK さんの陸浜に行ってきた。いいなぁ。いいなぁ。パーマでストレートに戻すか悩んでます。私はストレートの方が好きかな。なんかパーマにしてた方が楽なんだよな、きっと。したことないからわかんないけど、友達がパーマしてて寝癖とか直さなくていいから楽って言ってた。そのまま学校行きちゃうって。まあでもストレートにしててもコテとかで負けるからね。まあ、よきばいよきばい。お、今日 NGT さんの武道館に行ってきたよ、き。いいなぁ。私も行きたかった。
素敵。ユミリンあんまり巻いてるの見たことないねって。確かになんかね、まあレアですね。たまに巻いてる写真送るよね、メールで。たまに。この前送ったね、浴衣で巻いてるやつ。そう。今日七並べしかしてなかったの。私も今日七並べ2時間ぐらいしてた、ずっと。今からお風呂入りながらね、まあ、もしツイッターをするんだったらツイッターをして返信を読みながらゆっくり入るか、七並べしながらゆっくり入るか。そう、でも結構ね、あの時間ねやってる人少ないの。たまに対戦相手と探して、まあ、しばらくお待ちください。10秒ぐらい言ってる、ナーさんがずっと。人来ないなーと思って。お姉ちゃんまでやってるの？わかんない、多分やってない。もう滝の家は飽きたのか。飽きたっていうよりそもそもあんまりやってない、飽きるほど。私が帰った時に一緒にやろうぐらいかな。でもたまにやってるらしい。あかりんと会ったってねって言ってた。アイカブはねやってって言ったけどね、誰からも返信来なかった。ちなみにね、弟はね、いつだっけな、この前のさ CM のやつあったじゃないですか、2人 CM の予選で突破できたら本戦に行けて、1位と2位での人が CM に出れるっていうやつが、アイカブの、そうの時に弟にダウンロードさせてやり方を説明して、まあ、とにかく毎日ログインしてって、もう最悪わかんなくていいからって、毎日ログインしてって言ったけど、1週間後ぐらいにログインしてるって言ってたら、あの日以来してないって言ってた。だから多分誰もレベルは30いってないです。滝の木は上げてください、レベル上げてください。課金しないと間に合わない。でも私ね、なんか友達が一昨日始めてくれて、もうレベル30いったって言ってた。これやり方わかんないんだけど教えてくれるって言われたから、ちょっと説明しづらいって。これ説明するより絶対黙々やってた方がやり方わかると思うから、まあやっててもうわかんなかったらまた聞いてって言ったら、なんかわかんないのかなと思って LINE 来たから、そしたらレベル30いったって言われた。なんか早って言ったら、なんかレベル上げ、なんかやってたら大体分かってきたって、なんか、まあ、30までならすぐ行くよって言ってた。
から多分きっと今からじゃもう遅いとか思う人いるかもしれないけど全然多分遅くないです、うん、適当にやってたら覚えてくるね。そうだよね、うんうん、そうなの、適当にやってたら覚えて、なんか大体なるほどってなってくる。私も最初アイカブのやり方わかんなかったけど、うん、なんか適当にやってたら分かってきた。うーん、ふわー、うーん、習うより慣れろ。仕事も楽器も相変わらず、うん、楽器は習った方がいいですね、それは。はい、楽器はちょっとあんまり合い株とは違いますね。うん、そうだね、とりあえず取引たくさんしたらレベルは上がります。うん、そのエールを貯めるためない以前に上げるだけ、レベル上げるだけ言ったらまあいろいろやってたら上がります。うーん、アイカブはデータ容量食うだよね。ああ、私あんまり思ったことない、アイカブ、うーん、あんまり思ったことないな。アイカブは別にそんな容量を食うっては思ったことないですね。うん、あ、バッテリーは食うよって、うん、うん、食わないよ。だからどちらかといったら多分みんなが今見てるショールームの方が倍以上あれだよ、消費してるよ、通信量もデータもいろいろそんなアイカブがとか言ってますけど、ショールームって本当に1時間1ギガですからね。そう、だからここでアイカブがって言ってる方はちょっと東大元暮らしですね。はい、うーん、そうなの、そうだからあのちょっとね油断しない方がいいですよ。ショールームは、ショールームはねやっぱりね Wi-Fi あったところで見た方がいいかも。やる側は Wi-Fi つなぐとさっきみたいにみんなからうだ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 言われちゃうから、私は Wi-Fi はつなげてないんですけど、うん、ちょっと画質が悪くなっちゃうんで、うん、自宅の Wi-Fi で見てる、ぜひそうしてください。うーん、 Wi-Fi の有無で画質変わるの知らなかった。いや別になんかそんな、なんだろうな、なんか Wi-Fi って強い Wi-Fi と弱い Wi-Fi ってあれじゃないですか。なんか Wi-Fi つないだ方がちょっと通信遅くなっちゃうときないですか。そういう Wi-Fi、 なんか例えばホテルの Wi-Fi とかだと、うん、そう、ちょっとあ動きが遅くなったなみたいななるじゃないですか。そんな感じ。
まあホテルにもよりますけどね。ここはダメだったんです、きっと。ここはなんちゃらホテル。はっはっは。あ、わかる。スタバとかは快適なんだか。めっちゃわかる。めっちゃわかる。本当にわかる。え、ていうか私、七並べが Wi-Fi ないとできなくて、そうなの。うん。それもね、ちょっと、あれなんですけど。一緒にお金を出せよ。もうね、コウコとね、みーちゃんがね、真面目に見てくれててね。そう。丘の上を取ろうではないかーって言ってくるの。二人とも。でもみーちゃんはね、なんか、あんたは私を裏切れなくなるよ、みたいな。なんか、その辺のやつ言ってくる。軽くいじって、軽くじゃなくて、いじられてますね。はい。妻が、もがめを取ったよって、嬉しい？ありがとうございます。そう、あとはね、ちょっと今ドアの前でやってるんで、廊下の人の声が入るかもしれない。あとはね、デモデモの滝の、これはカノンです。これはカノンが いじってくる。そう、まあ詳しくは磯貝カノンに聞いてください。あ、ヘビロテで返しなさい。確かにそうしよう。いじられるとイラッとする。いじられるとイラッとしないけど、バカにされるとちょっとんってなっちゃうね。なんかメンバーは別にメンバーは別に私たちのいじり方を知ってるけど、皆さん本当に気をつけた方がいいです。メンバーをいじってるつもりでも結構バカにしてること多いですからね。そう、私結構他の子のショールームとか見てても、いやそれはないでしょう、それはちょっと、あ、いじってるつもりなんだろうなって、でもちょっとバカにしてるように見えるよっていうのがよく、もう私のなんだろう、コメントはそこまでじゃないけど、なんかそう、他の子のショールームとか見てて、あーでも、あーなんかそう、信頼関係が大事で、まあそうですね。そうそう、マイケルも言ってたって。そうだよ。ほどがある、まあそうだね、ほどがありますからね。
その境界線は何ですか。その境界線がわからない人はね、あんまりメンバーをねちょっといじろうとね思わない方がねいいかもしれない。トロブさんもそれで泣いてたよ。なんかねすごい、それはお互いにとってマイナスですよね。そう、例えば髪の毛が変っていうのをバカにしてるコメントですか。だって割と髪の毛はだって女の子の命と言っても過言ではないから、そうなんだろう、だってみんなさ、なんかツアーとかでもさ、今日はどんな髪型にしようかなとか、なんかこの前はこの髪型したから、あじゃあこれにしようかなとか、この髪型は踊りやすいしこれにしようかなとか、みんな考えてるから、ね、ハゲたおじさんは命がないということですか。そういう意味じゃなくて、なんだろうな、お、今日髪きれいだ、そう、そういうこと、そういうことなんです、そういうことなんです、もうありがとうございます。今日病院に行ってきました。サラサラにしてきました。サラサラ、そう、相手は女の子だからねって、そうそう、アンドロイドでも何でもないから、人間の女の子だから、みんな、まあ別にでも何でもかんでも褒めればいいっていうわけでもないから、まあそこが難しいんですけどね。そう、あ、そう、じゃあそんな皆さんにちょっと質問、質問、ちょっと私一昨日かな、一昨日ぐらいから聞こうと思ってたんだけどさ、ちょっと私の手帳作りに付き合ってうん、問題です。じゃらん、センチメンタルトレインの握手会は全部で何日あるでしょうか。朝4時までなら6日間、じゃあ 1,2,3,4,5,6、 よし、こうしよう。じゃあ9月24日の次は10月 7? って合ってるよね。10月7だよね。後でちゃんと書こう。なんかホテルってメモ帳あったよね。夜よ僕を沈み沈む綺麗事では終わりだ。ただいま。
と？私がね、今回聞きたいのは、どの部が何時で完売したかっていうのを聞きたくって、ある程度は把握してるんですけど、本当にある程度しか把握できなくて、ちょっと追い、そうなんですよ、ちょっと追えなかったんですよね。何トロブ？何？何みんな何トロブって何？あトロ違うトロ違う違うトラブじゃないドノブ。あ南部って言ったからどのぶどのぶでトラブってこと。もういいからもういいからそんなもういいから父ちゃんジャカルタって父ちゃんジャカルタあなたは何部じゃないじゃない、違う違う みんなめっちゃトロちゃん好きだね好きだね。もう再販とか再三販とかもとりあえず再販してないやつ、再販は後でなので、とりあえず再販じゃない最初の販売、再販じゃない2時で3個ぐらい完売してるよね。2時で9月の24のが2個ぐらい完売してた気がする。あとは10月7が1個完売してたんだけど、五分？12月23のクリスマスカード23部かも。12月のクリスマスカード待ってよ、ちょっと1時が12月のクリスマスと9月のじゃんけんと3つ完売してたよね確か。大阪？大阪の南部？23日は6部か。ありがとうございます。幕張にもいらしてください。あ、明日行きますよ幕張。以上大阪に、大阪の2部。あれ？どっち？6部2部？ボケぐるぐるってぐるぐる幕張大阪は4部9月24日幕張は5部。え、この3つだよ、この3つだよね2時で完売してたのって。え、ちょっとさあ、ちなみにさ、ある程度わかる人っている？ある程度、ある程度わかる人、ちょっ
ょっと私もう追えなくなって、もうなんかコメントがたくさんあってちょっと追えなくなっちゃったから、ちょっとハッシュタグユミリンメールで送ってください。今度からデータ取っとこ、違うの、私他のやつ全部取ってるの、ほらこれティーチャーティーチャー、ほら例えば7月22日は4時で完売してるけど再販は全部2時で完売してるとか、なんかよいしょ、なんかここの部は追加になった部とか、これ全部メモしてて、そうなの、これアンクレット、アンクレットはね3部4部4部4時、7時で全完売した、そう3時でね1頑張ります。ゆめに聞いてほしいって、なになになーに、うまいユミリン大好き、あ、そういうそういういじり方はいいんです、そういういじり方は、そういういじり方はね、ピンポンピンポンって何、でも別にそんな、えとは何、もう違いますよってなる違いますよ、あ、いじってない、いじってないのいじってないの、演技が上手いユミリン大好き、これはいじってないの、うん、今アイカブでエール送りました、待って待って、送らないで、待って、エールを送らないで、待って待って、ストップ、違うの、おっと、19日からなのですよ、イベントは、はい、19日からなんです、19日までどうか、19日のイベントの画面が表示されるまでストップ、ですね、今ある愛されエールはあれはあの、まあ、MV のやつには関係はないやつです、うん、そうなんです、あれはまた違うイベントなんですよ、そうなんです、うん、
19日の何時からはまだ出てないよね、確か。確かそうだった気がする。ちょっとじゃあ皆さんがハッシュタグユミリンメールに書いてくださることを祈ります。一緒に滝野の手帳をみんなで作り上げましょう。あとちなみに追加になった部も知りたいんだよね。だから追加になった部、例えばね、9月24日の第7部はこれが追加になった部なんですよ。最初はなかったの。最初は私30部だったんだよね。でも最終的に36部になったので、そう、6部増えてるんだよね。了解、ありがとうございます。キングに聞いた方が正確だ。いや、私ね、皆さんに言っときますけど、絶対的な信、あの絶対的な信頼をがあるので、皆さんに、そう、本当にマネージャーさんに聞いても多分教えてはくれるのかな、どうなんだろう、わかんないけど、そう、私はもう皆さんは何でも何でもできるすごい絶対的な信頼があるので皆さんに、はい。三次再犯があればわかる。三次再犯があってもね、あの最初のに何時に売れたかはわかんないんだよね。ただ何の部が全部売れてるっていうのはわかるけどっていうね。そう、誰がマネージャーやねん。でもあんまりこういうのマネージャーさんに聞かないな。私大体自分で調べてるこれ。なるほどなるほど。てかあれじゃない、マネージャーさんよりもなんか皆さんの方が知ってそう知ってそうなイメージ私は。そんな感じ。まああとでハッシュタグユミリンメールで。こっち素人なのに何やってるんですか。もう皆さんこの道何年ですか。もう握手会何年ですか。何回目ですか。もうそんな素人だなんて、私皆さんを素人だとは思わないですよ。2回目です。2回も行ってるじゃないですか。それはもうまだ1年、いやもう1年も行ってるじゃないですかね。そう、 STU 新規ですみませんって。いやありがとうございます、ありがたいです。 STU 新規だなってね、 STU のことを知ってファンになってくださったんですよね。嬉しいです。お、10年以上になります。すごい、もう何でも知ってるじゃないですか。すごい、え、もう 12,560 人も行ってる。すごい、この時間すごいいろんな人が見てくれるんですね。ありがとうございます。夢しから出そうぜ。1期生はサクッとした子が多いから、2期生にはしっとりした子だから、ブラウニーちゃん。あ、確かに、あと8000人で朝配信がぐーるー、いいですよ。あと8000人で、あと15分で8000人いったら明日朝配信明日私結構朝早いんですよ。だから5時から10分とかになりますけど、全然それでもよければ。なんで急に、あ、これはね、私ね、あのショールーム
あの総選挙期間中にそう1時間で2万人行ったら朝配信をしますっていうのを知ってて、そうそうなんです。2回ぐらいしたよね。2、3回した朝配信また CM 流れ出したね。私も前よりもすごく見るようになった。だからブラウニーちゃん、うーん、あ、水増しがイミリンの配信通知とか幸せの極み、確かに確かにそれな、それなね。無理だと安心してるな。いやだってあと15分です。7000人ですよ今。45分間で1万3000人なのに、いやとか余裕ぶ、いやちょっとでもちょっと余裕ぶっこいてますはい、ちょっと余裕ぶっこいてます。はい、今日は10時ぐらいまでにしよっかな配信。もうちょっと連れ8000人連れてくるって、おお、それは行ってらっしゃい。7000人呼んでくるね。行ってらっしゃい。だって7000人って TDC が2000人3000人ですよね。あの何倍ってことでしょ。全力で行こうぜ、ぼうぼう無我夢中なんて今だけど、だって青春は短い。ティティティレレティティレレティ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 レレティ。今いる人が出入りすれば、あ、うん、一人が何回出入りしても一人なんだよ。イエーイイエーイ。そう、あとちなみに私もね、今眉毛しか描いてないの。だからさっき目大きいね今日ってもらったけど、ありがとう。でも何にもしてない時の方が目大きいのかな。そしたら私、うん、何にもしてない今。眉毛ちょっと描いてるだけ。ほら適当にシャ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 って、うん、ショールームでちゃんと歌ってほしいね。ホテルでちゃんと歌うとね、ちょっとクレーム来ちゃいますよ。デコ出し可愛い。本当にデコ出しはね、今月の生写真って知っております。うんうん、今日ミュージックビデオは見れました？見れませんでした。その時間はちょっと私もいろいろバタバタしてました。うん、隣はメンバーじゃないの。うん、明日私ガールズアワード出るの一人なんで、一人です。他の子はいろいろ他の仕事してます。
アイポンのことよろしくお願いします。任せ任せ、うちの番長任せ。めっちゃ携帯が熱い。もうそろそろ終わろう。お、相変わりレベル25になった。おめでとう。あと5だね。大丈夫、あとね19日までね、あと4日間あるからね。あと4日間ねあったらもう全然ね、全然大丈夫。何日で30になる。でもさっきも言ったけど、私の友達は2日間か3日間で30になってる。レベル94の私は何をすればいいですか。もう94あったら何をするか私が言わなくても、もう多分言わなく、それはわざわざ言ってほしいのかな。エールをたくさん19日までにぜひ貯めていただけたら嬉しいです。髪伸びたねーってね、髪伸びたねー。あ、そう、明日のガールズアワード配信あるんだよね。 LINE ライブだっけ、あるよね確か。確かあるよ。何時、何時だっけな、13時か14時からだった気がする。配信はそう、ちょっと詳しくはウェブへ詳しくはウェブへ。ゆみりん何時ぐらいに出るんだね。何時に出るんだろうね。内緒、それは内緒。ずっと黒髪で行く、うん、あ、10時半から、え、10時半から21時半までらしいです。はい、いつなんだろうね。内緒、内緒だよ、内緒だよ。ずっと見とかないとね。もうずっと見といてください。そしたらなんで内緒やねん。いや普通に考えて言えないじゃないですか。それはそれはそれはだってそれはさすがに言えないですよ。そんなことしたら私もう一生ガールズアワード出させてもらえなくなっちゃう。そうだね、そうだね。普通に考えない、なるほど、普通に考えちゃダメなのか。なるほどね。
念だけでも送ってください。じゃあ今から私が何時に出るか皆さんに送りますね。送った、送った。届いた？ OK。 じゃあ届いた人は内緒で、内緒で11時かってさ、14時かね、言っとくけどさ、14時半からだからね、ね言っとくけど、あの10時半からだからね、私11時に何してんの一人で何してるの、前座なるほど、前座か、なるほどね、鍵開けうんー、前説、なるほどね、フライング滝の配信前から見れるともう本当にそうです、あっため役、本当にそうです、実は前座で言われて、まあ、もしかしたらそうかもしれないですね。うんうん、うーん、あ、鍵穴会場内は客席、着席のみでのご観覧となっております。会場内は飲食禁止です。皆さん、 STM48 の滝田由美子です。ガールズワード盛り上がってますか？声が小さいですよ。盛り上がってますか？イエーイ、ありがとうございます。私も本日とても楽しみにしていました。皆さん今日は楽しみましょう。それでは開演までしばらくお待ちください。以上、私の出番以上。イエーイ、低い声多分明日は高い声なんだろうなね。46ファンに名前覚えてもらう、あーそうですね、確かに乃木坂さんのファンの方とかにね、 STUをね、知ってもらいたいですね、まずは。女性ファンが多くなったらいいねって、ああそうだね、今すごくね、私の数少ない女性のファンの方にはすごく寂しい思いをさせてしまってるのでね、そう、うん、タワーが、クマさん、クマさん、ありがとうございます。ありがたまです。わっしょいわっしょい、おじぎ、ありがとうございます、ありがとうございます。女性ファンは確かに増えてほしい。あ、皆さんから見てもやっぱりそうなの？そっか。
女装しましょうか。めっちゃ嬉しい、それ。ぜひ女装してください。ぜひぜひ女装してください。あ、女性ファンはいて安心するよね。へえ、そうなんだ。嬉しくないよ。え、めっちゃ嬉しい。いや、なんか女性が増えたとかじゃなくて、普通になんか面白くないですか、握手会に女装してくるって。もうそう、メンバーがやるから、そう、本当にそういうの大好き本当にそういうの大好き。じゃあそろそろ終わろうかな。そう、明日のためにもうそろそろゆっくりお風呂に入る時間で、そろそろゆっくり七並べする時間になってきました。2万人ならず、残念残念。あ、配信したかったな。くそー、なんて日だ。朝配信したかったな。朝からみんなに会いたかったよ。朝からみんな皆さんにおはようって言いたかった。しく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 、菩薩がコメントしてるって。おいちゃん、なんて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 言ってくれてるの。おいちゃんおやすみって、なになに、おいちゃんがおやすみって言ってくれてるの。なに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 、おやすみだって言って、おやすみって、おい、おやすみって、おやすみ、あいちゃんおやすみ、わざつおやすみ、わっしょいわっしょい、おやすみって可愛いね。おやすみだけで可愛いって、ちょっともうそれはダメですね。もうじゃあ、はい、あとね、多分あとでツイッターするので、ぜひ皆さん頑張ってツイートするので、私がゆっくりお風呂に入りながら見れるようなコメントをお待ちしてます。写真かわいいねとかその食べ物おいしそうだねとか、頑張るよって、ありがとうございます。そう、まあ、リツイートとかお気に入りとかもすごく嬉しいんだけど、私返信をもらうのが一番嬉しいかな。そうね、お願いします。じゃあ13位、劉昇金さん、台湾ありがとうございます、シェシェイ。第12位がアーリーさん、山口県在住ありがとうございます。第11位がタネさん、ありがとうございます。第10位がティンプさん、ありがとうございます。第9位がトリダーさん、ありがとうございます。第8位がグヌマネパパさん、この配信中にレベル30になりました。おー、すごい、さすが、ありがとうございます。第7位がナオさん、ガルワンワンに向きで女装の準備中、キャー両立してきました。おー、頑張ってください、ありがとうございます。第6位がリリリンのリュウキさん、ミンヨンニュビリン足、今日もありがとうございました。第5位がリキヤさん、明日アウェイでも正々堂々頑張りやめに、頑張りやめに、頑張っていきます。第4位がハルミンさん、時の弓子神推し、ありがとうございます。第3位がウルフさん、ユーミリン、ありがとうございます、こんばんはよ。第2位がハルさん、ユミリンの春になりたい、おー、ハルさんだけにいいですね。桜桜酒、ありがとうございます。第1位がクマさん、ありがとうございます、こんばんはよ。タワー、こんばんはよ。瀬戸内バージョセよ。あとね、なんだっけな、なんか
アモアモみたいな、なんだっけな、ね、もしもしってなんだっけ、なんかね、そうマネージャーさんとはね韓国ドラマの話をしてるんだから、この前なんかね、そのマネージャーさんは韓国語は分かんなかったけど韓国ドラマを見てて、そう、しもしもは普通にこれでしょ、これ、そう、よぼせよぼせよよぼせよ、なんだっけな、なんかなんだっけ、なんかわあ大変大変みたいな時に、なんかなんだっけな、ちょっと忘れちゃった、よぼせよよぼせよ、なんかでもすごくね、ドラマ見てたら覚えるって言ってた、ドラマを見てたら、もしもしイコールもしもし、いやそれはもしもしだわ、それはもしもしだわね、うん、なんだろうな、ちょっと忘れちゃった、あはははは、私のね大好きなドラマのね韓国版がありまして、はい、自分で稼いだこともないガキが調子こえてんじゃねえよー、パーン、マジマンジのやつがありまして、そう、それが面白いって聞いたので、いつか見れたらいいなって思います。それでは、最後までありがとうございました。下ガールズアワード頑張ってきます。 LINE ライブ見れる方ぜひ空き時間に見てください。その時にたまたま滝野がド緊張してカクカク、ね、右足と右手出しながら歩いてくいます。多分温かく見守ってやってください。それでは最後までありがとうございました。明日も頑張りゆみりん、おやすみなさい。